錦鯉のお二人 M1 優勝おめでとうございます。よかった、すごい感動しました。気持ち的にはもっと大きいくす玉なんですよ。そうです ね, ねもちろん貧乏でごめんなさい。なんと生電話がつながってるということなんですが、長谷川さん、渡辺さん、こんにちは。おはようだよ。すいません、今電話越しでも頭叩かれましたか？はい、叩きました。 ありがとうございます。あの、本当に本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あの、昨日優勝が決まって、その後会見があったり、その後あの打ち上げの配信番組とか1時半ぐらいまではあの画面上でお付き合いしたんですけども、その後もずっと何かしらしてらっしゃる感じですか？はい、そうですね、取材やら何やらがいろいろありました。はい、じゃあ、ね、全く寝てない感じでしょうか？はい、全く寝ておりません。すいません、朝から。そして今もこの朝もいろんな番組に出られるわけですもんね。そうですね、今移動中でございます。あ、移動中で、ありがとうございます。はい、あれ、長谷川さん、お元気ですか？寝てます。いや、どういうこと？長谷川さん、お久しぶりです。奥浜川野です。いや、お世話になりました、先日は。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に見てて、あの、感動しましたし、もうかっこいいなと僕は見てて思っちゃったんですけど、あの、僕が一個見てて思ったのが、一つ目のネタが終わって審査員の方々がそのコメントしてらっしゃる間、長谷川さんがもうなんかそのコメントを聞いてない感じがして、なんかもう次を見てるのか、何を考えてるのか、どういう表情なんだろうと思ってたんですが、あの時ってどんなことを考えてらっしゃったんですか？いや、もうあのドキドキで、あの、どうなるんだろうっていう気持ちの表情でしたね。あ、そういう感じだったんですね。あの、渡辺さんはそのお話もありましたけど、そのやっぱり決勝でかなりツッコミの力もいつもよりもさらに入ってたみたいな話もありましたが、決勝の舞台いかがでしたか？はい、最高でした。最高でしたか？はい、はい、あの、で、長谷川さん、あの、今まで HTV ではですね、帰省なので、はい、密着させていただきました。で、お母様も出演していただきましたが、お母様とは優勝決まった後はお話しされましたか？いえ、LINE でちょっとやり取りしておめでとうとは言ってくれましたけど、直接まだ話はしてないんですよね。あ、本当ですか。あの、まだお母様とお話しされていないということで、どうしてもお話ししたいということで、お母様がなんと来てくださいました。どうぞ。正則さん、分かってるかな、状況。正則さんのお母様、ゆきこさんがスタジオに来てくださいました。もうみんなで応援してね、あの、もうみんなで泣きました。うわ、ありがとうございます、お母さん。よかったね、よかったね。ありがとう、ありがとう。写真撮ってみたんだけど、なんかくす玉用意してたんでしょ？そうですよ、うん、だって絶対優勝するってね、お姉ちゃんが言うので、うん、買ってきちゃったんですよ。お店の中でね、そうです。高橋さんにもお伝えしたいことがあると。そうです、もう本当高橋さんにはね、お礼言いたいです。この正則をね、ここまで連れてきてくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとう、またこれからもよろしくお願いします。はい、わかりました。ちょっとね、僕がちょっと無理になったらお母さんの方にお返ししますんで。あの、実際にこうやって、あの、こっちの、ね、お店での様子が今映ってますけども、皆さんと応援して優勝決まった瞬間、そうですよ、みんな、ね、そう、どんな感じだったんですか、お母さん。もう私なんかね、もうみんながすごい騒いでるからね、うん、自分はあまり感じ、まだあんまり実感がない。実感がない感じ、うん、そう。あの、長谷川さんと渡辺さんはだんだん実感っていうのは湧いてきましたか？いや、まだなかなか実感湧かないんですけど、でも知り合いとかから LINE とかメールとかも300件以上いただいて、それを見てると、あ、少しずつ実感湧いてきてます。あ、いや、もう今年もお忙しい中でこの優勝勝ち取られて、さらにまたこれからお忙しくなると思いますけども、お母さんはそれはそれで体調のこととか心配になったりしますかね？そう、それこそ寝れないんじゃないかなと思ってね、心配。2人とも若くないから、これから本当に楽しんでやってもらいたいの、ね、うん、そう、
体調に気をつけながらで、そうそうそう、お母さんはお母さんですね、お忙しくて、あの実は一問に出演の前にも、先ほど僕ご挨拶に伺ったら、うん、廊下の方で大阪の番組に電話出演されてらっしゃる、そうでしたね、本当に私はいいから錦鯉の方にいっぱいあの取材してください。長谷川さん、お母さん大阪の番組に電話出演してらっしゃいましたよ。知りませんでしたね。NTV にも僕より出てますよね、うちの。お父さん売れすぎなんですよ、ちょっと。ね、これからもね、お母様も、ね、そして、はい、あのお二人もあのお忙しいと思いますが、あのまた HTV の方でもぜひお越しください。うん、せっかくなんで、まさのりさんからお母さんにも何かこう言葉っていかがですか。うん、そうですね、産んでくれてありがとう。あの長生きしてね。いやできるかしら。お母さんありがとう、はい、長生きするように。でもね、寿命だからね、わからないよ。いやいやいや、全然大丈夫。お母さんめっちゃ元気ですから。いや本当、たかし君ありがとう。とんでもないです。あと HTV さん、あの、はいはい、田口アナをもう少し大事にしてください。あの田口アナもね、直接お声掛けしたかったんですが、あのお天気でね、ちょっとスタジオにいなくてですね、なんか無理やり踊らせたりするのもうやめさせてあげてください。ぜひまたあの踊りながら、あの特別番組の方、田口アナともまたよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。この後もお忙しいと思いますが、ご出演ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お母様も朝からありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございました。